五目並べレンは、ュは、任天堂より1983年8月27日に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。ゲーム内容は1981年に日本物産が発売したアーケードゲーム五目並べレジュとほぼ同一である。パッケージ等では五目並べが太い五ク体でレジュのみ、明朝体の祭事で別枠に囲われた五目並べ。 レンジュの表記が扱われている。タイトル画面でも単に5目並べであるなど5目、並べである旨が分かりやすくアピールされているものの、本質的にレンジュである。また、日本でのみ発売された。2006年12月2日から Wii のバーチャルコンソール対応ソフトとして、2014年10月29日から WiiU のバーチャルコンソール対応ソフトとして、それぞれ発売されている。 5番の交点に黒白交互に石を置き、先に1列5個を並べた方が一勝。これを1局とし、黒、白を交代しながら6局を対戦して、勝敗の数を競う局の最初に玉型がランダムで決まる。つまり最初の黒白黒の3手は自動で置かれるため、最初に自由に石を打てるという意味では、白が実質的な先行になる。 ルールは連中に準拠であるため黒には様々な制約がある一方で白は33すら禁止にはならない。ありがとうございます。